日刊現代週末レース予想の時間です。今週も武田さんとそして大谷さんには電話での出演をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、よろしくお願いします。8月2週目ですよ。そうですね、なんか無観客のままね、ずっとね、暑いてますが、そう、暑いですね。絶好のオリンピック日和。本当ですね。そう、オリンピック開催してたらな、この暑さきついだろうなってちょっと思ってしまいました。本当誰だろうな、こんな時期にやろうと思うの。だ10月でいいんだって、もうね、本当思いますよね。あ、暑い、はい、暑いんだけど、はい、東京はね、はい、なんかどうも札幌とか新潟、週末天気が、週末というかもう金曜あたりからかな、うん、天気が崩れそうな、はい、で今週、まあね、先週の振り返りの前に少し言っとくと、今週ダート戦なんだよね。そうなんですよ、重賞がともに、はいはい、ものすごい久しぶりのことみたい、うん、そうですよね、うん、JRA で二重賞ダートっていうのは、はい、そう、あれこっちも、あ、そうじゃん、ダートじゃんって私もちょっと思ったんですよ、うん、あの JBC がね、はい、あの京都でやった時っていうのはありましたけど、はい、そうでなければ昔ガーネットステークスとヘアステークス同日にやってたような、まあそういう、はい、時以来の久々、うん、ですね。まだ俺が生まれる前ですね。はい、じゃあ先週の振り返りに参りましょう。そう、はい、そうですね、じゃあ先週の振り返りからいきましょう。クイーンステークス、勝ち馬を当てられませんでした。ねえ、はい、11番人気での勝利です。また吉田隼人ジョッキーっすよ。はい、そうですね、参りましたね。参りましたね。うわ、それはないと思って見てました、うん、まあ特に僕ビーチサンバ本命だっただけにね、はい、おいおい、そりゃないぜと。うん、そうですね、しかも単勝まで勝ってるからね、結構、あ、もう、ね、実際に勝った馬券も重くそ抜けても、はい、あの日曜は基本在宅勤務なんだけど、はい、まあ家でひっくり返りましたね。はい、ガクって感じですか。ガクって、はい、もう本当にその後の仕事のやる気の起きないこと。そうですね。大谷記者どうでしたか。はい、俺もちょっとあの本命スカーレットだったんですけど、はい、もう馬込みでガチャガチャして手間取ってるの見て、あちゃーってなってましたね。まあ、相手からはね、すごい足で追い込んできましたけど。そうなんですよ。なんでそのレッド白三角打ってただけにちょっと悔しさがありましたね。それは悔しいですよね。もう、はい、なんでその開かないところに行くんだよとか思いながら見てました。本当ですね、まあね、あれがね、小回りの競馬なんで、あれをやるしかなかったのかなって感じですよね。はい、うん、そうですね、外を回したら回したで3着かもしれないし、はい、そうですよね、うん、どっちにしても3着というところですか。まあほら実際、ビーチサンバーは外回したからね。はい、そうですね。しかしなかなかね、ビーチサンバーも勝てないですね。なんか最近エタリオ化してるね。エタリオ化、そうですね。同じ厩舎ですよね。はい、そんな感じもありますね。なんか最強の一生馬としての道を、はい、なんか牝馬も牡馬も取り揃えておりますっていう感じですよね。ね、本当に、いや、勝つというか、もうそこに抜けるかと思って、もうちょっと、はい、またショックがでかかったっす。はい、はい、で、まあ私もですね、あのスカーレットカラー本命で、まあ今回生まれんで挑戦したんですけれども、そういう時だけで大体ね、スカーレットから3着だったりするんだよねって言っていたら、本当に3着になってしまいました。ただあのやっぱりレッドはなかったので、うん、まあまあ思いっきり外れたっていうことですね。ほんとこのシーズン厳しいな、はい、特に重賞厳しいですよね。重賞厳しい、はい、もう人気有数が勝ったりとかが多いので、はい、まあでも競馬自体はね、うん、ハイペースで面白かったです。はい、はい、そうですね、うん、結構やっぱり流れましたからね、はい、で、まあ何頭も何頭も行く馬いたじゃない、はい、で気になったのが、うん、コントラチェックの今後、はい、なんか大谷家からいろんな音がしますね、さっきからね。そうなんですね。すいません、
こえますか。すみません。聞こえてました。全部聞こえてます。はい、はい、あ、夏休みに入っちゃったんで。あなるほど、なるほど。みんな在宅だってことですね。はい、静かにさせておきます。はい、お願いします。もうちょっとだからね。はい、はい、いや、そのコントラチェックね、はい、ビクトリアマイルの時に武豊ジョッキー乗ってちょっとマイルは忙しいかもみたいな話だったのに、はい、今回ね、ルメールが1008で乗ってなんか1004か1006の馬みたいなコメントだったよね、うん、はい、うん、ね、どっちなんだろうって感じですよ ね、 ね、まあ、結局行け、まあやっぱ行けないとダメなのかなっていう気もするし、うん、はい、難しかったです。なんか勝った馬よりもちょっとそっちの方が気になったかなっていう、うん、はい、ですね。さあ、それでは今週はダート20勝なんですけれども、まずはエルムステークスからお願いしましょうか。はい、はい、あのエルムかレパードかどちらか馬券選択ということで、私エルムにします。はい、なんでかっていうと3歳の方がちょっと自信がない。はい、わかりました。まあ、これがまたね反対だったりするかもしれないんだけど。はい、まあエルムステークスね、タイムフライヤーです。マリンステークスの勝ち馬。はい、で、まあ、今回重賞になりますけども、はい、まあ、前回マリンステークス2着に3馬身半差かな、圧勝なのに、ね、今回筋量1キロ減、はい、56キロから増量されない、うん、過去1年間のね、あの G1 勝ちとか G2 勝ちとか、まあ、G3 も含めて、はい、勝ち鞍があると1キロあるいは2キロで、まあ、勝ったクラスによってですけど増量されますけど、何せタイムフライヤー勝っていない、うん、増量がない、はい、ベースの56キロで出られます。まずこれが有利、はい、それから、まあ、ルメールさん ね、 そうですね、継続騎乗です、はい、ね、前走の強い勝ち方、ね、そのままの印象で乗れるということですね、うん、で、松田邦秀調教師、はい、もう来年っすよ。いや、早い、もうね、早いなと思いましたよ。来年2月で、2月でも定年です。引退ということですもんね。定年ですね、うん、だから本当にこう、あとこれから重賞にチャレンジしてくるって言ったらもう数えることになってしまうね、数えられることになってしまうんですよね、うん、まあもう全てが最後の重賞、最後の G1 とかになるんだろうけど、うん、そうですよね、あと賞味半年ですかね、はい、で、その松田調教師、はい、今年ルメール騎乗、はい、4回あって3勝、うん、素晴らしいですね。まあこのマーリンステークスもそうだし、はい、函館のダートの未勝利戦でものすごい勝ち方した馬もいましたね、うん、勝負係であろうと、はい、でもしかしたら初くらいのパターンに当てはまるのかもしれない、うん、よく何度も言ってるじゃない、初くらいってどっかでもたもたするって、はいはい、そうタイムフライ確かにそうですね、うん、ある程度の結果を出す、うん、もたもたする、はい、まあそのまんまのケースももちろんたくさんあるけど、ワンクッション置いてからボンとブレイクするパターン、はい、タイムフライヤーってひょっとして前回の競馬からするとひょっとしてそれかなっていう気もしないでもないんだな、うん、はい、去年もね、あのシリウスステークスとかルメール手綱取ってますけど、なんかその時に受けた印象よりもなんか明らかにワンランク強くなってる、はい、まあ、フェブラリーステークスの時もね、ハイペース追走から崩れなかった5着、はい、まあ、これすごい評価できるなと思ったらマーチステークスが意外とねまた不甲斐ない競馬だったりしたんだけど、今回ひょっとしてブレイクするならこっからかなということで、私はこっちから行きます。はい、でも相手エアスピネル、はいね、エアスピネルも前走でダート適正示しましたね、うん、はい、それからウェスタールンド、うん、まあこの辺に1000円、はい、あとはまあアルクトスタとか、はい、まあ、サトノキタン、ハイランドピーク、うん、バスカビル、はい、で
まあ馬単でなんとか、はい、ちょっと稼ぎたいなというところですね。はい、で俺無印なんですけど、大谷記者リアンベリテ、はいはい、リアンベリテ本命です。まあまあ、一番大きいのは今回ようやくというか、短期でいけそうなメンバーになったっていうのが大きいですね。まあ、必ずって言っていいほどなんか同系いたからね、今まで。そうなんですよ、まあ、去年のこのレースもう花叩かれちゃって、はい、大沼ステークス、マリンステークスは、逃げ切りだったんですけど、エルム肝心のここで、ドリームキラリ、これ短いところでも跳ねてるような馬が来ちゃって、ね、で花叩かれて5着になって、で今年はですね、大沼ステークスはまあ花いったんですけど、これは58キロきつかったですね、はい、で、まあ、前走のマリンステークスはもうこれも先行馬すごい揃って超ハイペースで、もう逃げ馬の惨敗だから気にしなくてもいいかなっていうことで、今回、56キロになっての短期逃げ、まあ小回り戦7で花に行った時は、5回あって4100なんで、まあ人気落ちること考えたらちょっと面白いんじゃないかなと思います。そうなんだよな、俺も後から思ったんだよね、ちょっとここ印抜いたの、うん、ひょっとしたら失敗だったかなって、うん、なるほど、うん、リアンベリテ、これはね、決して自信満々に抜いてるわけではありません。最後の最後にちょっといろいろ迷いが生じて、うん、はい、もうちょっとつけられるんであればもう当然つけたい一頭でもあったということですね、はい、まあ、結構印回らないんですよね。そうそうそうなんですよね、足りないんですよね、うん、はい、難しいです。大谷さんリアンベリテが本命です。そして、武田さんはタイムフライヤーが本命ということです。さあ続いて今度はレパードステークスです。まあ、これもいっぱい除外がね出たレースですからね。そう、除外が多くて、あ、この馬良さそうと思ったら、はい、あれ出てないみたいな、うん、そういうのが多かったですね。そう、はい、大体ね、ほんと多い時なんかフルゲートの倍ぐらいいますからね。うん、そうですね。で、900万円口というか、まあまあ1勝クラスを勝って現2勝クラスっていう馬が抽選対象になってラッキーに出られた口、はい、まあ、残念ながらという方に分かれるんですけど、うん、はい、まあ、僕は出られた口、はい、賞金的に、はい、2勝クラス勝ってるアフルーマイテにね、はい、ライトウォーリアにしました、はい、なんて言ったって岩田未来騎手と3戦3勝、うん、まあ、伏流ステークスのね負け方はちょっとひどかったですけど、はい、まあなんか相当揉まれ弱いところはあるみたいね。なるほど。だから手の内に入れてるジョッキーで、うん、ということで、はい、この伏流ステークスの日岩田未来騎手毎日乗ってるのよ、自給車の、うん、はい、なのでまあ乗り換わりはしょうがなかったんだよね、うん、まあ1008、3戦3勝でどん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 使うごとにというか、まあ、勝つたんびに時計詰めているし、はい、まあ、新潟もおそらくダートね時計早いであろうということで、うん、これにしたけど、まあ、もちろんデュードバンいるしラインベックいるし、はい、まあ、自信満々とまではいかなかったので、うん、まあ、安全策つっちゃあれだけどタイムフライヤーの方を馬券にしました、はい。大谷記者は、はい、大谷さんは宮地国王、はい、はい、私は宮地国王を本命にしました。まあですね、この今回のメンバーここ、前走でコバ相手の条件戦勝ってきた、うん、ま、武田さんの本命のライトオリアじゃないですけど、うん、1勝クラス2勝クラス勝ってきたような、まあ、2走前までも含めると、全部で10頭ですかいるんですね、はい、まあ、普通に考えて特にフルマ相手の2勝クラス勝ってきたような馬は、まあ、以前だったらもう本当中心視していいレベルだと思うんですけど、はい、まあ、ご存知の通り、去年から高級制度がなくなりまして、そうなんだ、まあ、ちょっと
そうなんです。思い出すのはやっぱ去年の秋なんかでも秋華賞とか菊花賞で結構上がり馬が穴人気になってこけたりしてたのを考えると、やっぱこう、はい、ね、うん、こういうタイプちょっと以前よりも評価を下げて考えた方がいいかなっていうのもありまして、でだったら同世代同士3歳馬同士の、はい、オープンで構想してる口を、上位に見て、うん、で宮地国王にしましたね。まあそういう点から言うとやっぱりリュードバン宮地国王の2頭が実績で、うん、はい、あれあれあれ、もしもし、あ、もしかしたらあれ、もしもし、ちょっと事故が起こっております。少々お待ちいただければと思います。今繋いでおりますが、ちょっとあれですかね。あ、でも一応繋がってはいるんですけどね。はい、ということで、大谷さん宮地国王ということで、うん、ちょっと説明の途中で終わってしまいましたけれども、後でもし復活できるんであればね、チャレンジしたいなと思いますが、はい、では私の馬券を先にということで、はい、私もですね、実は宮地国王を本命にしました。いや、実は言うとずっとデュードバンを本命にしようと思ってたんですが、があ、どうでしょう、大谷さん大丈夫ですか。相手のネットワーク環境が不安定です。はい、じゃあ大谷記者ここまでです。はい、わかりました。はい、思っていた、もうデュードバンは左回りね、本当に成績がいいですよね。前回ユニコーンステークスはカフェファローには負けましたけれども、相手はカフェファローだったということで、これ仕方がないというふうに、で今回出てませんから、ずっとデュードバンと思っていたんですが、来た、大谷君から電話かかってくるといういろいろありますね。はい、大谷さん、もしもし、はい、あ、ごめんなさい、切れちゃいました。いろいろありますね。今まで初めての経験で、ね、すいません、いやいや、編集しきれないのでこのままいきます。はい、大谷さんの宮地国をこう、言い足りなかったところって何かありますか。どこまで言いましたっけ、どこまで聞こえてました。まあなんかほぼ終わる寸前だったけどね。そうそうそう、なんかあとまとめみたいな感じでした。はい、大丈夫ですということで、宮地国を本命にしたんで、それで大丈夫ですか。はい、私も実は宮地国王なので、はい、そのあたりはちょっと言おうかなと思っています。で、はい、宮地国王に本命にしたっていうのは、やっぱりこのまま千八を中心に使われてきたっていうところもいいなというところで、宮地国王にしました。でこれまで負けているレースもあるんですが、負けているレースはそれなりにやっぱりつまずいたりとか、あとはまあ前回のジャパンダートダービーはもう大井の砂が合わなかったりとか、それこうはっきりした敗因があるので、それを考えたらその千八っていうのをまあ経験しているということで宮地国王にしました。で今回は馬単で宮地国王から、2番のブランクチェック、4番のデュードバン、そして6番の、ラインベック、9番の名将打陣、そして10番のライトウォーリアー、そしてデュードバンの、まあ、入れ替えですね、デュードバンから宮地国王の馬単も入れております。なんかね、ラインベックも父ディープインパクト、母アパパネなのにダートで行くのかなっていうところは、多分 ね、なんかこうこのレースによって今後が結構決まってくるのかなっていうところで、でデュードバンとこの2頭どういう事情あったのか知らないけど、はい、鞍上入れ替わってるっていうところにも注目だよね、うん、そうですね、どう出るのかね、どう出るんですかね、はあ、本当だ、はい、というところで、私と大谷さん宮地国王を本命に、そして武田さんはライトウォーリアを本命にしています。新潟も札幌もダートが重賞に組まれています。どうぞ皆さん頑張っていただければと思います。よろしいですか、何か話したいことありますか。ネットワークちゃんとよろしくお願いします。はい、大谷さんも大事ですね。はい、ということで今回いろいろね事故がありましたけれども、最後まで見てくださってありがとうございます。ということで、ぜひ皆さんも、まあ、お盆の中のね競馬でお家にいなきゃいけない人いっぱいいると思いますので、テレビの前で競馬を楽しんでいただければと思います。皆さん頑張ってください。失礼いたします。